ヒーローズ飛べファーストスーパーにナンバー愛を迎えたヒラノ仕様のファーストイメージが登場ヒーローズ飛べファーストのスーパースターヒラノは黒の革のジャケットとクールな黒のサングラスを身につけて登場しました彼のトレードマークである金髪は健在で豪華なジュエリーやアクセサリーを身につけてますます華やかな雰囲気を醸し出していましたヒラノ仕様神宮寺雄太岸士太もまた超クールな黒の衣装を着こなし ファンと熱い交流を楽しんでいました。東京ドームの座席は多くの人で埋め尽くされ、ファンたちはこの日を待ちわびていました。アイドルのライブは誰もが一度は体験したいものです。開演が18時であるにもかかわらず、数日前からファンたちは席の準備に駆けつけていました。東京ドームでは、公演の準備のために早い時間からたくさんの人が集まっている光景が見られました。みんなは可愛らしい衣装を身につけ、うちわやライトを手に持ち、 中には小シ,シャツを着た人もいて待ち望んでいた素晴らしい光景でした。ライブの興奮だけでなくその裏には様々な努力や準備があることも忘れてはなりません。アーティストたちはファンに最高のパフォーマンスを提供するために数々のリハーサルや準備を行ってきました。その努力の結果ファンは心から楽しい時間を過ごすことができます。ただこの興奮の裏には一つの疑問があります。 それは、なぜライブの準備が公演の数日前から始まるのかということです。なぜ、このような大規模なイベントは、その準備にそんなにも長い時間が必要なのでしょうかもちろん、大規模なイベントの準備には、多くの作業が必要です。舞台設置、音響機器の設置、セキュリティの確保など、数多くのタスクがあります。しかし、これらの作業を数日も前から開始する必要性は、本当にあるのでしょうかまた、 ライブにはファン同士のつながりも重要です。みんなが一緒に楽しめる雰囲気を作り出すために、ファン同士が助け合い、協力し、合う姿が見られます。これは、単なる音楽の鑑賞以上の価値があると言えるでしょう。また、公演のために早い時間から会場に集まるファンたちの姿も考えさせられます。彼らはなぜ数日も前からその場に滞在するのでしょうかそれは単に興奮を高めるためだけなのでしょうか それとも何か他の理由があるのでしょうかこのような疑問を考えると、大規模なイベントの裏側には見えない何かがあるのかもしれません。一体何が公演の数日前から準備を始めさせ、ファンたちを会場に集めるのでしょうかその背後に隠されたストーリーは一体何なのでしょうかあなたは何か考えがありますかそれともこのような準備の背後に隠された理由については考えたことがありませんかぜひ考えてみてください。そして、 この興味深い問題について一緒に考えてみましょう。